電三種理論、令和5年下記問題18平成24年問題18について解説いたしますこの回路は何をする回路かというと簡単に言いますとこちら VI から電圧の信号が送られたとしますこの直流電圧源 VDD の力を利用してこのように入力された信号を増幅して出力する回路となります また、ここに接合型 FET が付けられています。これはどのような働きをするかというと、まず接点が3つあります。D はドレイン、G はゲート、S はソースと言います。ゲートから負の電圧をかけることによって、ドレインからソースへ流れる電流の大きさを調節します。負の電圧を強くすれば電流は小さくなり、負の電圧を弱めれば流れる電流は大きくなるという原理です。 まず A の問題について FET の動作点がこのグラフの点 P だったとする場合抵抗 RS の値を求めようという問題になりますこの FET のドレインソース間で電流が流れている状態の時この電圧源 VDD から直流の電流が流れるわけですがコンデンサには直流電流が流れませんのでなので電流の流れる経路は このような経路となります。このグラフにおいて点 P における電圧 VGS はマイナス 1.8V と書いてあります。そもそも VGSV とはどの箇所の電圧のことを言うかというと、ここが FET のゲートにあたり、ここがソースにあたります。電圧 VGS というのは、この FET のソース S を基準としてゲート G を正と考えた場合の 電圧の大きさを表しています。では、この回路の抵抗 RS のこの下の点を 0V と考えます。抵抗 RG 側には電流が流れませんので、この点 G も 0V ということになります。このグラフにおいて VGS は -1.8 ボル 1.8V です。ということは、点 S の電位は 1.8V となります。 この RS の下側が 0V で、上側が 1.8V ですので、つまり、抵抗 RS にかかる電圧は 1.8V です。ところで、このグラフの点 P における電流 ID の値は 1.8mA です。この 1.8mA とは、ここを流れる電流 ID を指します。1.8mA を単位を A に変えると、 0.0018アアンペアですではこの抵抗 RS を拡大してここに表します RS にかかっている電圧は1 8ボルトです流れる電流は0 0 0 1 8ア,アですこの時の抵抗 RS をオームの法則に従って求めます抵抗は電流分の電圧ですこれを計算すると1000オームとなります単位をキロオームに直すと 1kΩ となります。よって正解の選択肢は、4番1となります。B の問題について、この回路は先ほどの増幅回路の透過回路となります。この回路において、入力電圧 VI に対する出力電圧 VO の割合、つまり電圧増幅度 AV について求めようという問題になります。この回路において入力電圧が VI だった場合ここに電流源があると想定して GMVI アンペアの電流が発生するものとします。この電流源により電流はこのような経路で流れます。この領域は並列接続になっています。並列接続の抵抗の合成の公式は次の通りとなります。この公式を使ってこの並列回路の部分を合成します。この式の R1 が R2 に RD, RL を代入します。RD は 5kΩ、RL は 2.5kΩ。この値を RD, RL に代入します。そうするとこのような式になります。この K はキロで10の3乗を表しています。計算すると3分の5キロとなります。キロを10の3乗に直し、3分の 5×10 の3乗となります。ところで、この出力電圧 VO を電流×抵抗の式で表すと、 この箇所に流れる電流は g m v i ア,ンペア抵抗は先ほど求めたこの合成抵抗になります。GM は問題文に書いてある通り6ミリ G メンスとなります。これをここの GM に代入します。また R には合成抵抗3分の5る1 0の3乗を代入します。そうするとこのような式となります。10のマイナス3乗と10の3乗で 約分して1になります。6と3を約分して2になります。この式を整理すると 10VI となります。ところで電圧増幅度 AV の式は VI 分の VO の絶対値となります。VO は今求めた 10VI になります。これを VO のところに代入します。そうするとこのような式となり VI を約分して結果10となります。 よって正解の選択肢は、カッコ一番の10となります。